田中。はい、こんにちは。ニューヨークでドラムやってます、田中亮です。本日はですね、ドラムの音色の重要性ということについて語っていきたいと思います。はい、ドラムの音色の重要性ということなんですけどね、なんでこれを語ろうかなと思ったというわけなんですけど、まずはですね、こちら見てください。じゃじゃん。これ一番上の、この部分ですね。ここからここの部分。まあこれ、ドラムを知らない方もいらっしゃるかと思うんで、簡単にご説明しますとですね、そもそもドラマーってのはどういうフレーズを叩いているのか、バンドの中で、というところからちょっと簡単にご説明しようかなと思うんですけど、まずこれドラムの基本的な譜面なんですね。で、まあ、読み方最初わかんない人もいるかもしれないですけど、このバツ印が右手でハイハットって言って、こうシンバルが互い違いに上下重なったやつをチッチッチッって叩くって意味なんですね。で、ここにあるこの黒丸、これが左手でスネア、まあ音楽室にある小太鼓ですね、ターンっていう音がするやつを左手で叩けっていう意味で、これがバスドラムって言って、右足で踏む一番大きい大太鼓ってやつですね、あれをドンって踏めっていう、俗に言うワン、ツー、スリー、フォーっていうカウントをするタイミングがちょうどこのバスドラ、スネア、バスドラ、スネアのタイミングでワン、ツー、スリー、フォーなんですね。なのでこの右手のチッ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 っていうのはワン、ツー、スリー、フォーのさらに倍の細かさの音符をまあ叩いているという感じで、ドンツッタンツッ、ドンツッタンツッみたいな感じのリズムを叩くという感じになるんですよ。これがまあ基本、いわゆる基本中の基本だよ。マイケル・ジャクソンのビートイットとかも始まる瞬間、いきなりこれですね。トゥッツ、バツ、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 ブーツ、トゥッツ、バツ、トゥッツ、トゥッツ、バッみたいな感じで、こういうかっこいい人だったらね、ボイパーやりながらこうリズムをやりつつ歌うとかできるんですけど、そういうのできないんで、まあ、今回とりあえず置いといて、まあ、それは。で、基本的にドラムのパターンっていうのはこれね、書いてみたんですけど、こんな感じで、これ別のパターンの例ですね。例えばこれだと、ドゥンズ、バンス、ドゥンドゥン、バンス、このキックの部分がここはドンだったのがドゥンドゥンって2発になってるっていうバージョンですね。もしくはドゥンズ、バン、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 このキックですね、3拍目のキックなんですけど、これが8分音符1個分早い位置に来てるっていう意味なんですよ、これ。まあ、この書き方とかは無視しちゃっていいです、今のところ。なので、ドゥンツッパドン。さっきまではドンツッパンスドンだったのが、これがドンツッパドンってくるっていうわけなんですね。で、まあ、これはさらに細かくなって、ドゥドゥツッパン、ドゥドゥツッカン、ドゥドゥツッパン、ドゥドゥツッカン。なんかこう80年代ぐらいのこう洋楽でよく使われそうなエレドラとかで叩いてシモンズとか出てきそうなパターンですけど、まあという感じで見るんですけど、これの共通点は何かということなんですけど、パッと見た感じですね、まあ、基本的にね、手は全部同じなんですよ。で、足だけ変わっているっていうことなんですね、まあ、このパターンですね、とりあえず今まあ4つ仮に紹介したんですけど、まあほぼほぼ実際のとこやってることはそんなに変わってなくないって思った方いらっしゃいませんかね。そう思った方、大正解。指が入ってなかったっていうね。ただまあ大正解とは言ったものの、これね、実は半分正解なんですよ。半分まあ合ってる、その通りなんですよ。確か同じことやってるんですよ、似たようなこと。大抵の曲で。ただそれだけやってたんじゃ、まあ、何千何万、何億っていうのはね、ものすごい数の曲が世の中に存在するわけで、全部同じアプローチでやったら全部同じになっちゃうじゃないですか。何で差をつけてるのかというところが今回の主題なんですね。で、まあ、それにね、関わる要素っていうのはね、結構多くって、で、それぞれがこう相互的に関わり合ってるんで複雑なんですけど、その中でも僕が特に大事だと思っている2つがあります。それが何かというと、こちらですね。音色とダイナミクス。この2つなんですよ。で、今日はですね、この中の音色、こちらについてやっていこうかなと思ったという次第です。さあ、で、音色の違いを見ていこうということなんですけどね、もうとりあえず今回はですね、分かりやすくするために、さっき見たこのパターンですね、このパターンしか叩きません。で、まあ、テンポも同じ。で、音色だけ変えていってみようと思います。で、まず最初にですね、まあ、基準となるというか、まあ、いわゆる普通のチューニングで言うと、まあ、スネアのチューニングは中くらいよりちょっと低めな感じで、まあ、キックは中くらいぐらいかな。そのセッティングでこのパターンを叩いてみたので、お聴きください。
さどうですかね。まあ悪く言うと何の変哲もないって、まあ、言葉がそう言うと悪いですけど、まあ、いわゆるこういうドラムパターンっていう感じがしますよね。じゃあこれをまずはですね、スティックの代わりにブラスティックって、まあ、前回紹介したこともあるんですけど、こちらですね、これまあ見た感じはですね、プラスチック製のブラシみたいな感じしてるんですけど、それよりちょっとね、こうしなりが硬いんですね。あっちのプラスチック製のブラシのやつはもうちょっとこれがふにゃんって曲がる感じで、それによってさーっていうこうね、いい流れる音を出したりするんですけど、これはもうちょっと硬いんでアタックが出てちょっとこう叩きやすい感じの、叩くのに特化した感じのプラスチック製品って言えばいいのかな、ブラスティックってまあ僕は呼んでるんですけど、を使って音色の違いを見てみたいと思います。さあどうですかね。これも明らかにこう音量がまず下がったっていうのは1個あるんですけど、この毛束感っていうんですかね、スティックの場合は1本の棒じゃないですか。これはもうこれ大体2、30本ぐらいあるのかな、このスティックの細いのがまとまってかかるんで、こうバサッっていう感じですね。このバサッと感がね、結構ねいい味を出したりするんですよ。特にあのまあカントリー系の曲とか、すぐバカすくバカすくバカすくバカみたいなリズムを叩くときに、このバサッと感があるとですね、なんかこうちょっとこうローカルっぽいって、なんていう、いなたい感じというか、なんかカントリーらしさみたいなので出しやすかったりもします。はい、そうしましたら今度はですね、全く同じパターン引き続き叩くんですが、スネアのチューニングを相当上げました。全体でまあ360度ぐらいですかね、全てのボルト上げて、さらにはですねキックも180度ずつぐらいボルトを上げて、音色高くして結構トゥーンっていう音が鳴るようにしてみました。そしてハイハットをですね、さっきまでこうショルダーでこれハイハットとしたら、こうやって叩いていたのをチップ、この先っぽですね、この先っぽ、この部分ですね、でこういう感じで当てるようにして演奏してみました。お聴きください。かなり打って変わって印象が変わってきたような感じがしますね。やっぱスネアのチューニングが高いんで、かなりこう張りがあってタッタッっていう感じが強くって、あとキックもね、こんだけチューニング上げるとやっぱり表情が相当変わってくるんですね。あとさっき言い忘れたんですけど、もともと最初のキックはちょっとね軽くこう打面側だけミュートしてあるんですよ。あのフロントサイドはノーミュートだったんですけど、今回はそれを全部取っ払って完全ノーミュートの状態にしたんですね。なので結構感じが変わってきて、あとやっぱハイハットもね、チップで叩くと、まあ、ショルダーで叩くの全然味が違うんですね。なので結構これ音的には全体のピッチがこう上に上がって、まあ、ショルダーとチップの違いもあって軽い雰囲気になってるんですね。だ曲が軽い雰囲気が欲しい時とかにこういうのを使うと結構良かったりもするんじゃないかなって思います。さあそうしましたら今度はですね、打って変わってスネアのサイズを変えてみます。さっきまでは13インチのスネアだったんですけど、それを12インチに変えまして、チューニングがもうベタベタ、めちゃくちゃ低くしてあります。でさらにはですね、貼ってあるヘッドもさっきまではこうアサプラさんの化学繊維ヘッドってやつですね、プラスチックじゃないヘッドを貼ってたんですけど、今回はピンストライプっていう、いわゆるタムに貼るようなですね、こう二重構造になってるヘッドですね、それを貼ってあって、さらにはですね、そこの上にタオルをバサッとかけてめちゃめちゃミュートしてあるっていう状態ですね。なので音色的に相当変わってます。これはどうなるでしょうか。またこれね、明らかに違う感じです。やっぱこうスネアが相当音色変わったんで、もはやもう別の楽器って言ってもいいんじゃないかっていうぐらいの勢いだと思うんですよ。こういうのはね、まあここ数年こうリバイバルヒットっていうか、昔のこうディスコサウンドとかね、70年代80年代とかで結構こういうタイトなスネアの音が流行ってたのを、また最近時代が巡って一周したっていうんですかね、またこういうのが欲しがる人が結構多くって、まあ使う場合が多いと。サイドスネアって言ってね、まあメインのスネアはメインで、いわゆる普通の最初に叩いたような音がするんですけど、サイドスネア横にもう一個別のスネアを置いておいて、それをこういう音色にするっていうのがね、まあ、2、3年前の流行りって気もしなくもないですけど、何気に今現在も結構使ってる人多かったりもしますね。
さあ続きましてはですね、ハイハットを交換してみようかなと思います。どうやって交換するかっていうとですね、ハイハットこう上下2枚あるんですね。下側はですね、小さい10インチのスプラッシュっていうやつですね。今回 A カスタムっていうやつを使ったんですけど、それを下側につけて、上側がですねチャイナスプラッシュって、オリエンタルチャイナトラッシュっていう商品名称なんですけど、10インチの小さいチャイナシンバルですね、それを上にかぶせてみるっていうのをやってみて、さらにはですね、これも結構よくあるパターンで、打ち込みっぽい音を出したい時に使う技で、スネアの上にですね別のスプラッシュシンバルをこう置いて、バーンと普通に置いて、そのスプラッシュシンバルを叩くというのをやってみようと思います。さあどうですかね、もう結構なんか使える場所が限られてくるというか、なかなか難しそうな感じではあるんですけど、これはこれで面白いっていうか、これ例えばねマイクで拾ってさらに音色を加工するとか、そういうのも全然ありだと思うんで、そうやってやるとね結構面白い使い方できるんじゃないかなと思います。さあそうしたらここからはですね、またちょっと番外編ということで、今まで生のドラムを叩いてみたんですけど、同じフレーズですね、このパターンを打ち込みのドラムでやってみたらどんな感じになるのかというのをやってみましょう。まずはですね、ロジック僕普段使ってるんで、ロジックに入ってるポップキットっていうドラムのキットがあるんですね。それのいわゆる基本的な初期設定状態っていうんですかね、で作った音、これをやってみようと思います。さあどうですかね、もう無味乾燥、無味無臭というか、なんかこう人間味が全くないっていう感じのドラムかなと思うんですけど、これはいわゆる打ち込みで、これを本当はねこうベロシティとかをいじったりしてちょっと味をつけていくっていう作業をしたりするんですけど、今回はそれをいじらず、音色だけの違いを聞いてみようということで、そのままやってみました。そしたらこれをですね違う音色のドラムキットに変えてみましょう。アディクティブドラムってやつがあって、一時すごい流行って、もうなんかこれ聞いたらすぐ、あ、これあれの音じゃんみたいな感じの音なんですけど、これを聞いてみましょう。さあどうでしょうかね、同じ打ち込みといっても全然違った感じの雰囲気になったんじゃないかなと。かなりロックなというかね、こうパンチとパワーを兼ね備えた感じで、うわーっていう感じ、男らしい感じの音になってるんじゃないかなと思います。さあいかがだったでしょうか。本日はですね、全く同じドラムパターン、それで同じテンポですね、これで音色だけ変えたらどんな感じになるのかというのを実験してみたんですけど、これ本当に音色って千差万別というか、掘り出したらキリがないぐらい種類があるんですよね。例えばお塩とかで言ったら、料理する人だったら分かると思うんですけど、いわゆる NaCl の精製されたお塩なのか、ヒマラヤのこう山で採れた塩なのか、もしくはこう海水を天日干しした海で採れた塩なのか、結構ねやっぱりそのミネラルの含有量とか、マグネシウムが何パーセントだとか、ナトリウムが何パーセントだとか、そういうのは変わってくるじゃないですか。それと一緒でスネアも同じスネアだけど、こういう素材でできてるとか、こういうサイズでできてる、こういうチューニングにしたとか、もっと言えばこういうマイクを使って撮っただとか、こういう部屋で叩いたとか、こういう人が叩いたとかね、いろいろな条件によっても本当に変わってくるものなんですよ。ただここで僕はいつも肝に銘じているのはですね、こんだけ細かいところに気を配っていて曲をなんかこう完成させたとするじゃないですか。で、聴いてる人が音楽別にやってない人だったら、そこの細かさに気づく人っていうのはまずいないんですよ。本当にこれ絶対そんなこと気に留めません。ただだからといって細かいところを無視していいのかっていうと、それもまた別の話なんですね。だからこれ両方ともこの意識を持っとくのが大事なんじゃないかなといつも思ってるんですよ。その両方ともっていうのは、ある種繰り返しになるんですけど、細かいところに配慮するっていう、細かいところを突き詰めていく専門性っていうものと、あとはでもだからといって大半の人はそこまで気にしてないよっていう、この現実ですね、専門性と現実ですね、この両方をちゃんと意識しておくっていうのが大事なのかなと思います。例えばなんかさっきのご飯のお塩の例で言いますとね、例えばこっち側の専門性を突き詰めていた料理人の人がいて、瀬戸内海で採れたお塩で作ったお吸い物
と、なんか日本海で取れた塩で作ったお吸い物、わかんないですけど。で、そのまあ両方海で取れたものなんだけど、味が違うから、これはこっちの方がいいってこだわったとするじゃないですか。で、それを普通の人が飲んだ時に、その違いがわからなかったら別にそれ違いつけてる意味ってほぼないと、でいいと僕は個人的に思うんですね。でもそれが例えば完全に精製塩と違ったりしたら、こっちの人が分かる可能性があるんですね。でこっちの専門性のない人が分かるっていうのは、ここが怖いところですね。こっちの人は何がどう違うのかっていうことは明確に指摘することはできないんですよ。だけど違うことは感じるんです。なんかこっちのお吸い物の方が美味しいよね、理由は分かんないけどっていう部分があるんですね。この感覚っていうのを甘く見て言うと結構痛い目に遭うんですよ。結構これを舐めててどうせ分かんねえだろうみたいなことにすると、まあ、お客さんが離れていくみたいなことになったりするんでね。なのでこの専門性を突き詰めるっていうのは、ものを良くしていくことで、まあ、音楽とかね、そのお塩の問題に限らない、何でもそうだと思うんですけど、突き詰めるっていうのはすごく大事なことなんですけど、それによってこうできた成長率みたいなもんですね、この差があまりに小さすぎてわからない場合は、あんまりやった意味がなくなってくるというか、効果が薄くなってくるということを意識しておくのはすごく大事かなと思った次第です。両端中、はい、というわけでなんか最後はね、論点が全然違うところにいたような気もしますけど、本日は音色によるまあドラムのビートの雰囲気の違いというのをお届けいたしました。もし面白いなと思ってくださった方は、いいねとかチャンネル登録してもらえると嬉しいのと、あとツイッターとインスタもやってますので、そちらもチェックしてもらえると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。